ちょっと再開はね、まずニセコアンヌプリ国際スキー場のクワッドかなと思って、ちょっと5分遅れぐらいで、ガクと一緒にやってみようと思います。今日初めての GoPro Max も試しますよ。おはようございます。今日はですね、そんなに降ってないですね。だけどまたいい雪、乾いた雪降ってます。で、何よりも今日は2度目の PCR 検査の全員陰性だったんで、今日から個人活動開始ということで、まずやるのは滑ることでしょう。スキー場にもちょっと行かなかったしね、この間個人で、まあ誰もね、スタッフには出たわけじゃないんだけれども、お客さんがね、自覚症状なしの陽性反応が出たということで、それもちょっとね、本当かなと思う線もあるんだけれども、出た以上初めてでしたし、大事を取って、スタッフが、2度ね PCR 検査で、陰性になったってことを思って、営業再開というようなことを今回してみたんで、それが明ける日です。で、営業活動は、またこれから報告ですけれども、準備が整えば明日ガイドから再開していくっていうようなね運びになります。またニセコの冬型、ニセコの、ザ・冬みたいなコンディションが始まろうとしてます。今日はね、自粛明け、悪いことしてないのに自粛っていうのも変なんですけれども、滑りをちょっとやめてたん で、それの何日ぶりだ、4日、5日ぶりぐらいになる。そうですね、5日は滑ってないかな、ということですよ、これが冬の私たちのこの生活においてどういうことか、楽しみです。最高なんですけど、全然見えなかったですで、今ねマックスちょっと試して、これちょっと今短くしてんだけど、すっごい伸ばして、推進編みたいな感じで初めて撮ってみました。どんな風に撮れてんだろうな、ちょっとわかんないけど、2回目はちょっと手持ちで自分、そしてちょっと額を語学に入るようにやってみようと思ってます。どうも、ようやく滑ることができました。この荒れてる感じわかるでしょうか。もうね、リフトもクワッドリフトも止まっちゃったし、ゴンドラももう朝から運休の状態です。これがね、ニセコの北西風、北風吹いて、まあ、ちょっと長引きそうですけれども、こうしたことでまた次のセット、いい雪復活してくるところです。で、今年は人も少ないんで十分いい雪ですけれども、また明日これフレッシュが楽しめそうですね。今日中にちょっとレギュレーションを作ったりとかして、明日からのガイド再開、この週末コロナウイルスに注意しながら大切にシーズンを過ごしたいと思います。これからもよろしくお願いいたします。じゃあねー。